らだな。日々を操るほどの力を持ち、そしてこの葉に出入りできる神様、それに当てはまる人物は俺の知る限りでは一人しかいない。まさかあなたが内葉マダラだというのか。さあどうだろうな。ここで時間をかけていけば里の被害が大きくなる。早めに奴を仕留めなくては。俺を相手にそれができるとでも思うのか。なぜ木の葉を狙う。言うなら気まぐれで計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。こいつ一体何を。お前は何もかも遅すぎる。どういうことだ。どうした四代目、お前の力はこの程度。